中国国家鉄路集団有限公使は中華人民共和国の国営鉄道会社である。旧称は中国鉄路走行士。ここでは会社組織を主眼に取り扱うので運営路線等については中華人民共和国の鉄道国鉄を参照。汚職や安全管理の面で数々の問題が露見した国務院の鉄道部は分割廃止されることとなった。管理部門は 交通運輸部の外局の国家鉄路局に鉄道の運行と維持を行う業務部門は財政部が出資し国家鉄路局が管理する国営会社として中国鉄路総工紙に分割されることとなった2013年3月14日に全国人民代表大会において承認され同日付で設立された2018年12月5日 中国国家鉄路集団有限行使に解明。中国国内の高速鉄道の運営も担う。2000年代に入り、人口が希薄な地域も含めて、高速鉄道を建設、拡大してきた経緯から多額の負債を抱えている。2018年9月時点の負債総額は5兆2800億元と推計されている。ありがとうございます。